佐々木朗希、6度目ブルペン、プロの誰もが驚愕、絶賛する球の威力。ロッテのドラフト1位、佐々木朗希投手、18大船渡が、2020年2月25日、宮崎 IB スタジアムの室内練習場に隣接するブルペンで、自身6度目の投球練習を行った。立ち投げで24球、1分間のインターバルを挟み、今度は、ホームベースの上に捕手を座らせて20球を投げた。いつも通りに投げられてよかった。自分の感覚を戻せるように、指先だったりを意識したと振り返った。注目の163キロ右腕を見学しようと、昨季、日本一に輝いたソフトバンク投手陣の千賀、森、加山、東山ら退去して押し寄せた。この日はソフトバンク2軍と試合を行った。社会人野球の強豪 JX エネオスで臨時コーチを務める平松正治氏の視察。カミソリシュートを武器に201勝をマークしたレジェンドは7割ぐらいで145キロは出ていた。エガはエナツと匹敵すると絶賛した。宮崎遠征は27日で打ち上げられる。佐々木朗希は捕手を座らせる準備はできていると力を込めた。コンディションが順調ならば、中1日を空けた次回に、18.44 メートルの距離で、初めて捕手を座らせることになりそうだ。みんなの声。佐々木朗希くん、6度目のブルペンも捕手がペース上でした。何か物足りないです。気持ちよく投げられるようにという吉井コーチの意図です。1日後のブルペンで、いよいよ通常の 18.44 メートルです。この時に遠くなって余分な力みが生まれたり、球威の減少が気になったりしないでしょうか。明白楽のコーチを信じて、怪我のないよう頑張っていただきたいです。いつも応援しています。ガラスとか言われてた割には順調みたいですね。他の大物と言われてた人たちは何人かおかしくなったけど、この時期で150オーバーを投げる投手は何人かいるし、実際はどうなの？と思うが、5月ぐらいまではそっとしてあげてほしい。吉井コーチがいてよかったとも。まだ試合に出られるような内部筋肉は備わってない。本人も分かってやっているはず。でも、その状況にもかかわらず、恐ろしいぐらいのボールを投げてるんだよな。怪物だわ。長い間野球見てますが、他球団のピッチャーがキャンプで新人の投球見に集まってくるなんて聞いたことがない。え？見ていいんだって思った。プロの目で見てもスピンとかものすごいんだろうね。素人目で YouTube で見てもすごいけど、球速については問題ないようだね。配球さえ身につければ今年中にデビューできるかも。新人で解説者や現役選手にこれだけ評価が高い投手はプロ野球史上初だと思う。この投手の結果次第でロッテ八重口監督の将来まで左右することも間違いないと思う。それにしてもすごい選手が出てきたよ。平松氏の評価は奥川選手の場合、マー君、則本選手と比較していたが、佐々木選手は江川氏や江夏氏等の往年の名選手だね。違いは何だろう。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。